Thank you.
たいですが、さあでは改めてお一言ずつ自己紹介をよろしくお願いします。はい、大分県代表の山田京子です。よろしくお願いします。そして、はい、知っている方よろしくお願いします。グッドリグッドリとは違いまして、衣装をユニフォームに衣替えしてということになりますけども、どうかな、実際皆さん似合ってますかね。どう、着てみて。ハリーが着てますよ。ザキちゃんはどう。なんかめったになんか着ることないんで、うん、嬉しいです。そうね、ほんと京香ちゃんどうですか。初めて来たんですけど、可愛くてすごい嬉しいです。ねえ、なんかちょっとこう、この80周年のユニフォームってなんかちょっと男らしいイメージもあったんですけど、こうやってメンバーが着てみると、なんかこれはこれでまた可愛くなりますよね。マリーも可愛いよ。さあ、昨日と今日は福岡ソフトバンクホークス日本一連覇を記念して、ホークスキャラバン2018をここイオンマリナタウン店で行っておりますが、3人は福岡県、そして長崎県、大分県を代表するチーム8の九州メンバーとして活動する中で、九州唯一のプロ野球チームであります福岡ソフトバンクホークスの日本一連覇、もう先ほどもね、好きな選手誰ですかってことでね、京香ちゃんにも教えてもらいましたけども、どうでしたかね。じゃあやっぱ日本一嬉しい。嬉しいですね。そのユニフォームを着てね、はい、その後ろにはやっぱりチャンピオンロゴがありますからね、今のもう 0.5 秒ぐらいで何人の方がシャッター開けるかね、どうですか、美咲ちゃん、やっぱこう日本一にやっぱホークスがなったっていうのはやっぱ嬉しいですか。嬉しいですね。なんか、うん、ホークスが優勝したら、うん、地元のスーパーがすべて安くなるからね。本当、イオンさんがね、そこやったらそれで喜んでる。いいよね、やっぱそれがね、やっぱ嬉しいって方もたくさんいらっしゃると思うんですね。京子ちゃんもね、やっぱ今村選手も今シーズンもね、まあ、ちょっと離れたりしたこともあったけども、でもやっぱ日本一の原動力として頑張ってくれましたもんね。今宮選手のどんなところが好きなんでしたっけ。プレー、やっぱね。待てないで、先に行っちゃうっていう。他なんかあった。やっぱそうだよね。さあ、その最初のステージにそれぞれ応援している選手を伺いまして、まあね、今宮選手というのに答えてくれましたけども、じゃあ3人が1日だけホークスの選手になれたとしたら何をしてみたいですかという質問があります。さあ、誰でも誰からでも結構です。整った方からどうぞ。野球選手の方ってクールなちょっと雰囲気で、なんていうんですか、うん、なんか、はい、みたいな感じで、わかりますか。なんか、済ました感じ。ちょっと済ました感じ、はい、イメージ的にはね、はい、みたいな感じなんで、ちょっと私がその野球選手の方に入ったら、1日だけインタビューとかめちゃくちゃもう面白くなったり、なんていうんですかね。なるほど、ちょっとイメージを変えたいの。変な人になってみたいです。そっか。みんな驚かせてみたい。変な人。ただ昨日の川島選手はね、すごかったよ。本当に。ちっちゃいお友達からなんで川島選手は左ピッチャーの時に代打に送られるんですかって言ったら、川島選手がね、教えてやろうか。左ピッチャーの時にしか工藤監督が代打に出してくれない。どうする？じゃあ次、美咲ちゃん行く？そうですね、私はこうなんか試合に出てホームランを打って、はい、で会場からなんか歓声が湧くじゃないですか。湧くよ、今日みたいにグワーって。で、湧いた状態で、うん、そのグラウンドを走ったい。なるほど。ね、美咲ちゃん、それね、今叶えてみない？おじゃあバッターボックス入って、どこ走ったらいいの？いいよ、どこでもいいよ。さあ、ピッチャー
佐々木選手に向けて第1球投げました。ガキー、皆さんヤフオクドーム入った時の感動で覚えていらっしゃるんでしょう。こんなに広いんや、でかいんやって、こんなに上で高いんやと思うから、うん、そしたらね、上からね、勝利の花火がね、大体勝つなと思ったら、ね、ヒルヒルヒルって置いてくるからごめんね今度あの詳しい人にゆっくり教えてもらって、うん、でもぜひね、あの来シーズンはヤフオクドームにもね、足を運んでいただきたいなと思いますね。3人でどういう風に考えてるのかっていうのがとても楽しくてね、いい時間だったなと思いますが、さあ、このホークスキラーマンを行っておりますイオンマリナタウン店ですけども、まあ、本当にたくさんの方がね、お買い物楽しんでいらっしゃいますが、それぞれ最近ハマっているものとか、あとショッピングの楽しみ方とかね、あるいは教えてほしいなと思いますけど、どうですか、最近気に入っているものとか狙ってるものとか何かありますか。これね、あれよ、最後に答えたらきつくなるから、うん、なんだろう、最初に言ったの、でも、私は結構、はい、なんか一年中なんですけど、最近でもなくて、ずっと常に洋服を狙ってますね。そっか、いや、女の子は洋服が欲しいですよね。そうよね、そうなんです、おしゃれじゃないから。どんな洋服が今狙ってるのがあるの。今は、なんかやっぱり冬はニット着た女の子が可愛いなって思ってね、だからちょっと可愛いめっちゃ跳ねるやん、後ろにめっちゃ跳ねるやん。みさきちゃんは。私はゲームが欲しいです。ゲーム、何のゲーム。なんか、あ、でもゲーム持ってるんですけど、でも今狙ってるゲームがあって、でもそのゲーム基本体を持ってなくて、はい、だからカセット買ってもできないんですね。買ってあげるよ。だからそれを今狙ってるんですけど、でも弟と誕生日近くて、自分が、はい、で来月なんですけど、だから弟が親におねだりするみたいで。なるほどね。だから私はその弟にもう任せて全部、だから弟がうまくおねだりしてくれれば多分ゲームに変えてもらえると思うんですけど。じゃあ弟とまとめられちゃうタイプね。そうです。さあ、京香ちゃんどうでしょう。私はそういうクマのものが好きで、洋服もなんかクマの、なんだろう、絵が入ってるものをすごい見ちゃいます。そうなんだ、テディーベア。はい。あ、いいね。そうなんだ、集めてたりするの。なんか自然に集まっていってる感じ。はい。へえ、そうなんだ。多分ね、イオンマリナタウン店めっちゃあるよ。無理くりやってみた。
うん、ということで美咲ちゃんが正解です。皆さんおめでとうございます。まあでもね、このホークスクラブを通じてね、今まで以上に3人のことが分かっていただけたらね、本当に幸いだなと思いますからね、ぜひとも皆さんありがとうございます。さあ、それでは皆さん、もう少し音楽のおかわり欲しい人、大きな拍手を。赤色が入った靴を履いて
ってる方は聞き取りにあげてください。はい、ではチャンピオンは誰がしましょうか。はい、はい、チャンピオン赤ちゃんよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん行きましょう、聞き手を上に。ちなみにアイコは負けです。アイコは下げてください。行きましょう、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。グーの人のみアイコと負け下ろします。グーの人のみアイコと負け下ろします。はい、グーの人まだいます。はい、じゃあ京香ちゃん行きましょう、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。チョキの人、チョキの人。はい、あと2人。はい、じゃあ京香ちゃん行きましょう、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。Yeah.
た AKB48 の2番目のチームであり、会いに行くアイドルをコンセプトとしてトヨタ自動車のサポートを受けるチーム8初のオリジナル楽曲47の素敵な街でした。さあ最後になりますが、3人からお知らせがあると伺っております。はい、はいはい、来年1月5日にサンパレス福岡にて AKB48 チーム8全国ツアー in 福岡が行われます。待ってますので、めちゃくちゃ待ってますので、ぜひ来てください。お願いします。来年1月5日土曜日、福岡サンパレスホテルアートホールで行われます、はい、ライブですね。で大きいですから、会場がぜひとも頑張ってください。頑張ります。も来てね、皆さん行きますよね、はい、そしてもう一つ、なんとクリスマスイブプレゼントが、ヨカちゃんお願いします。なんとさん、今日と同じメンバーで、なんとクリスマスイブの12月24日にフォークスキャラバン2018イオンモール福岡にショッピングセンターに行って、プレゼントですね。12月24日ホークスキャラバン2018イオン笹岡ショッピングセンターでクリスマスイブ、ライブを行ってくれるということですから、ぜひともこちらも来てくれる人手挙げて、ぜひともこちらもね、楽しいライブ行ってくれると思いますから、ぜひとも楽しみにしてますから、頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして来週12月1日2日はイオンモール柏浜店でフォークスキャラバン2018を開催します。そこでは AKB48 16期生のメンバー3名が出演ということになっているので、こちらも楽しみに。さあ本日はこれでいよいよ最後ということになりますが、では最後にこれだけたくさんの方が集まってきて、くださっていますので、お一言ずつメッセージをお願いします。はい、本当今日は握手会だったり、東京と愛知でイベントだったりとかあるんですけど、その中でも福岡に来てくれて本当にありがとうございます。初めて私はフォークスキャラバンに出演させてもらったんですけど、すごく楽しかったです。クリスマス、来月のクリスマスイブのイベントもぜひ来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。地元の福岡にてイベントをさせていただいて本当に嬉しかったです。フォークスキャラバン去年に引き続き2年連続で出演させていただき本当に嬉しかったんですけども、今日初めてチームメイトを見たよっていう方もぜひこれからチームメイトにハマっていただきたいなと思いますし、来月のクリスマスイブのフォークスキャラバン、そして来月の1月5日の、サンプレス福岡でのツアーを待ってますので、皆さんそこでも福岡楽しみましょう。吉田カレンちゃん、